説明しよう。ストグラとは、仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話。あ、まだでもカジノ客っぽいのおるな。おい、足あるか。まだ準備だから大丈夫。重いか。おえ、カジノやった。いや、今準備中。え、開いてないよ、でも。開いてないよ。え、開いてないって何？あ、ちょっと一瞬お願いします。一瞬お願いします。カジノってさ、受注したらさ、右側が開くんでしょ？そうだよ。開いてないんだけど。前、1回下のカードキーの話。あ、ナスナス。うん？カジノ受けたんだけど、ここの扉がさ、開いてなくてさ、歪みか？いや、歪みじゃないって、てか。歪みじゃないんだ、これ。あの、いや、そもそも。オイルリグね、やりながらね、え、これってもう一回やり直しになったらチンチロできるんかい、これ。いや、やり直しにならんと思うぞ。いや、てか、もうそもそも。え、やり直しにならない。ね、リセットできんからな。入れないんだ。いや、俺入れたんよ。え、入れたん？さっき入れたんよ。ほんほん。今、開いてるってこと？開いてるよ。違う。さっきまで開いてたんで。ああ、時間で？で、閉まっちゃったってこと？時間で閉まった。時間で閉まる。時間で閉まるはありえんぞ。だって前オールインだって1時間半、2時間か。2時間あれしてそのまま始めてたから。時間で閉まる、もしくは一番可能性高いのは、あの人がいなくなって勝手に閉まる。あれか、何言ってか分かんないと思うけど、ちゃんこのな。ここらアリがいなくなると多分消えるんだと思う。そのユニオンの、例えば大穴あるじゃん。開けるとこ。あそこも離れると入れんくなるじゃん。そうそう、多分そういう原因だと思う。え、今日できないってことかい。じゃあ、あ、今日できないっすね。ああ、やりたかったんだけどな。やりたかったぜ、マジで。ロックも入るけど、それは知らないな、お前らは。ロック下がって入れないですよ。お前らは取れてねえからな。でもなんか壊れた感じあるもんね。まあ、しゃあないな。ああ、どうせやできないなら、わしたちがやってればよかったな。オイルリーグ、そろそろか。カジノ終わったんですよね。コミュニケーションのなんすか、本当に。遅いよ、ごめんな。いや、ちょっと思っ。お前なんか文句ありげだな。はい。コミュニケーションエラーなんておめえだよ。はい。おられおら。おい、また戦争か。なんか文句あるなら面と向かってよ、お前。おら、なんでですか。ないんだね。じゃあだって二つ取りしてるのそっちじゃないですか。いや、クソさんから何も話聞いてないの。俺はコミュニケーションエラーって聞いてるよ。俺はそうやって伝えてる。まあでもコミュニケーションエラーって後から何でも言える。あ、じゃあ怒らないんだね。じゃあアンは怒らないんだな、コミュニケーションエラーが。じゃあ起きた時楽しみだな、お前らな。ごめん帰りますか。またね。あ、じゃあ俺もあれ回してこ、オイル。なんか火種欲しいよ。どっかとなんか交渉したいよ、俺。少なすぎるよな、そういうイベント。ギャングの数なんか8個とかあるんだから、もうガンガン交渉しようよ。今日はギャングのミッションについてちょっと話し合いをしたくて集まってもらったんですが。大変そうっすね、ボス。今日ちょっとうちとアイリスがカジノヘイストでちょっと揉めまして、まあこのミッションについてギャング間ですり合わせをするか、それともこのままでいってバチバチにしたいのか、ちょっと皆さんの意見を知りたくて、各ギャングのミッションに対してのあれを教えてほしい感じで集まってもらってます。一応今日あったことを知らない人もいると思うんで説明したいんですけど、まあ、私も言うて当事者ではないので。あ、まあ、じゃあ当事者の僕から。そうですね。今日あったことなんですけど、端的に言えばリーグと、カジノうちが、伝達ミスで同時に取ってしまいました。で、リーグを急いで終わらせて40分後にカジノをやろうとしたところ、カジノの右のメインのドアが開かなくてできなくなってしまいました。で、まあ、他のギャングとかもやりたいであろう1週間に2回しかできないものをちょっと潰してしまったっていう話ですね。まあアンブレラとしてはミッションに対して他のギャングが、2個以上ストックしてるっていう状況に不満を抱いてまして、それで一回この間アイリスと揉めまして戦争したんですね、うちは。でまた戦争終わった後にこれがあって、お前らどうなっとんねんっていう話なんですけど、他のギャング的にはどういう感じなんですかね。グッバイとしては、まあやっぱ一つ取ったらもう一旦取らないって感じですね。ちょっとノーリミットとしては一個取ったらまあ取らないでいいとは思うんですけど、まあ、そうキープした状態っていうのは、まあ、良くないんじゃないかなとは思いますけどね。はい、はい、モズどうですか。おうち、うん、そうね、
うちらとしてはやらないかな。そういう風にやったことはほぼないんじゃないかな。夏目はどうですか。コンセルジュもやらないですね。一つの犯罪終わってまた受注みたいな感じですね。ここですり合わせをしたいのか別にしなくていいんじゃないのかっていう、どっちにしたいですかっていう話です。無法で行くのかルールを設けるのかってことでやすな、はい、オールイン的にはどうなんです。あ、正直どうでもいいかな。どうでもいい。まあ、そうやろな。うん、どうでもいい。してるしな、ずいぶん。ミッションについて。もう別にうちは関係ないから適当にやるわっていうんだったら別にそれも答え。今のままでもいいっす。ルールはいらん派。うん。するでいい？うん。そういうスタンスのところがあっても別におかしくないと思うし。それでいい？別にいいと思いますけどね。と思いますよ、他のボスの皆さんは。それ以外のギャングでは、ニコ保持はしないっていう方向で行くんであれば、うちは問題ないです。大丈夫です。GBC 問題ないです。どう見ても大丈夫です。あ、じゃあ、もう他のギャング的にもすり合わせで、キープはなしっていう方向でいいんですね。一旦キープはなしでいいと思うでやんすよ。はいはいはい。でも、アイリス的にはキープにしようとしたわけじゃないって話でしょ。そう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 。そもそもうちの方針としては、まあ、1個取りました。で、その後、まあ、他の、リキャーのタイミングで他のギャングが並んでなかった場合は、うん、まあ取ってもええやろっていう表明をしたんですけれども、でまあその並んでるタイミングでもし他のギャングが来たよって場合は、うちは全員帰らせてますねっていう状態でやってました。それがキープなんですよ。はい、いやうちはそもそもそれをもうやらないっていう話です。そもそもまあキープ別にしたいわけじゃなくて、皆さんがそういうふうに、キープしないっていうのであれば、まあ、うちも別に損しないわけじゃないですか。他のギャングとかもキープしてるだったら、まあ、うちらもキープしなきゃいけないけど、他のギャングが別にキープしないっていうのであれば僕らもキープはしないんです。他のギャングがキープするって言いますけど、うちキープしてないですし、どこがキープしてたんですか。いや、多分例えとしてね。例えちょっと確認で聞きたいんですけど、アムレラさんとやり合った後も、うん、並んでなかったらやっていいやろっていう認識でやってたんですよね。違います。アンブレラと揉める前の話です。前で、でそこからはキープはしないっていう方針。はい、もう今しないです。はい。そう、そのやべえってなってるのに、じゃあなんでうちの部下に切れてるんですか。ブチ切れられたって。それ、はい、誰ですか。チャルロスとワキをちょっと何があったかちょっと説明してくれる。はい、失礼します。二つ取ってるって聞いたんです、私たちは。で、確認しに行ったら、カジノヘイストが扉が閉まっててできなくなってたんだよね。でそこで、アイリスの人たちが来てできなくなってるよみたいなことを言ったんだい。どうせできなくなるぐらいならワチシたちやりたかったなみたいな感じのことを言ったんだい。再現して。はい。じゃあ我が入っちゃうよな。はい。ああカジノやりたかったんやな。いやでもどうせそっち取れてないからできなかったけどね。それ誰ですか。それチャルは今。それ俺です。俺です。アドミン消せそれ。うん。そうね。うん。そうそれで喋れや。そう、それでワチがちょっとイラってきて、でもう一回、ああワチシたちができたらなみたいなことを言ったら、おいお前言いたげそうだな、でもおいこら降りてこいよ、面と向かって言えよって言われました。俺に。はい、それ言ったんですね。ハンサじゃあ言いました、ね、言いました言いました、はい、だいぶなんかぐちぐちだいぶ俺に聞こえるように変えてったんで、まあ、自分が正しいと思ってるのは俺にそのまあ言えばいいじゃないですか。そんななんか聞こえるように変えらずにしょっぱいなと思って。まずその前に行ったんだよね、うん、まあ言ってますけどね。何を。正義はアンブレラにあるから、今のアドミエスのそのグチ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 っていうのは違うんじゃないか。じゃあ要するに、あ、何言われても、うん、あ、はいそうですねすいませんってヘリクタっとけばいいって感じ。まあミスしてことよね。そうですな、別に別にハンだけじゃないですよ、勝負さんも言ってますから。ちょっと待って待って待って、勝負さん忘れたんですか。あなた、ま、チャルとかワガに対してドラガミしてくんなよって言いましたよね。それはその前にごめんなって謝ったよね。まず申し訳ないって言って、でそもそも無線動向が嘘だろうみたいなことを言ってきたから、いやそんなだるがみせんでよって言っただけで。いやそのだるがみせんでよじゃないですよ、もうちゃんと切れてましたよね。じゃないでしょ。あ、そうですか。じゃあそれは分かりました。あなたのさじ加減なんで分かりませんけど、うん、普通に話してたやん、あの時。そんな感じでことが起きました。以上です。確認のため一つ伺いしたいんですけど、はい、今してる話し合いって要はその、はい、こういう揉めた時に揉めないようにするためにルールを設けておくか、それとも揉めたらもう各々バチバチやるなりするかっていうところで話し合ってるっていう認識で大丈夫ですか。そうですね。そもそもキープするかしないかっていう話じゃなくて、
ルールを設けるか否かっていう部分の話ですよね。そうです、そうです。ありがとうございます。失礼しました。そうです。ありがとうございます。さすがナシマ。うん、まあ他のギャング、オールイン以外は今後保持しないんですよね。そうですね。でしたら、まあうちは、そのように動くので、まあ揉めることもないかなとは思いますね。うん、だとしたら、オールインがミッションを取りに来てたら、はい、皆さん、どうするんです？ケースバイケースで、うまいことできるってことですね。はいはいはい、まあ、もしくはそのままバチバチになったりとかすると思います、今後は。ただ、他の守ってる、その保持しないっていう、そのキープしないっていう組織とは別に揉めないっていう。4団体に関しては、今まで通り受注の争いを多分すると。これはオールインだけちょっと確認したいんですけど、はい、合同あるじゃないですか。はいはい、例えば、アンブさんがアーティやりましたと。で、その間にグッバイさんがユニオン取れたとしましょう。で、合同になって、あ、じゃあいいですよって、これ言っちゃえばほぼキープじゃないですか。それはどうなの？それはキープじゃないですよ。うん、だって2組織の各々の回数を使ってるわけですから。うん、あ、じゃあ、アンブさんが終わるまでグッバイさんが待ってて、それ終わってから行っても、それは別に大丈夫だよねっていう話でいいですか？うん、それ別に一緒じゃないです。うちがその合同しようが、しなかろうが。今までの感じで行くんだったとしたら、その合同にチンチロ2ギャングで参加されるのはちょっとどうなのかなっていうのもあるんですけど、要するにチャレンジ権が2回あると、それは尺なのでやめてほしいなって感じですね。何が尺なんですかね。いや、合同するにしても、うん、チンチロの参加権は1回でよくないですか。どうなんですか。結局それから組織が取れたら合同しましょうっていう話でしょ。でルール決める話になっちゃうんで、それってもうルール決まらないっていう話で進んじゃってるんで。まあ、今までの空気読みの中で、それは空気読めてる部類なのか読めてない部類なのかを聞きたかっただけです。別に決めようとは言ってない。まあチャンスが2度あるっていうことですよね。それがなんかずるいんじゃないのって言いたいんでしょ。これユニオンとかだったらまあまあまだいいんですけど、例えばカジノとかパシになってくると、合同できてる組が基本有利になっちゃうじゃないですか。だったら合同したらいいじゃないですか。それ関係値でしょ、お互いの組織の、うん、関係値もあるし、だってそもそもうちとじゃあノーリミアンブレラで3組織でやるじゃん。そしたら他の大型に行きやすくなるんだから、うん、別にそれは問題じゃなくないですか。稼ぎも減るでやんすからね、うん、合同でやるって。だからまあデメリットも生じてるから、別に私はそれはいいんじゃないかなって思う。じゃあまあ大丈夫です。まあ以上、じゃあなし、ルールはなしという方向で OK ってことですね。わかりました。ありがとうございます。はい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 、ありがとうございました。はい、お時間ありがとうございました。ありがとうございます。で今回の件はどうします？まあお前明確にまあ、うん、煽ったんだよな、アドミ。ん？ああ先に喧嘩越しに来たのもこうですからね、そりゃ。先にルールというかまああのね、まあ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 、やっちゃダメだろっていうことをやったのはそっちでしょ、そもそも。前回喧嘩したじゃないですか。あの後になんかその取り決めってしたんですか、半分に対して。アブちゃんも今後は絶対2個取らないみたいな。その最後に締めでそうなりませんでした。いや、俺起きてなかったんですよ。あ、そっか、いなかったな。グラルトちょっと寝ちゃった。ちょっと知らなくて今。最後の締めでそうなったんですよ。なるほど。だったらうちが悪いですね、完全に。はい。はい、なるほど。そうですよね、アドミンさん。はい、そうです。そうですよね。なりましたよね。だからうちは約束破ったんだ。そうですよ。なるほど。ちょっと一瞬話していいですか。はい、どうぞどうぞ。別に、うん、2個保持する云々は、うちで、じゃあ今後はこうしようかっていうルールだと思ってたの。いや、だから他が並んでなかったら、まあ、2個は通るよっていう、まあ、他がいたら帰るよねっていう意思表示だけした。俺もちょっと、まあ、前のあれなんだですけど、イエスが言ってる記憶っすね。だから、アン側からしたら、うちは今言ってることとやってること違うやんけっていう状況だよね、多分。2個取らないって言われたって言ってる？向こうはそういう主張かな。だから右スが言ってるのは、だから並んでなくていない時に取ってもいいよねっていう感じだけど、うん、向こうはそもそも2個保持するなっていう主張だから。ただオイルリーグは取った時はどこで誰もいませんでした。カジノの時も誰も並んでませんでした。こっちが言ってる主張は通るけど、向こうは2個保持するなってそもそも前提の話だから、多分そもそもそこが食い違ってるね。普通に認識の違いの問題だから、うん、結果的にはまあ2個保持してて、歪みとはいえカジノもああなってるから、まあ向こうは普通にムカついてるんでしょうね。だから一旦詫び入れても金額交渉してくるか。あ、いいよ、じゃあそうしようか。ああはい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 、一応認識ミスで今回完全こっちが悪いんで、はい、詫び入れさせてください。はい、詫び入れ、はい、わかりました。家を払います。いいですか、チャルと、ワキオが当事者だから。そこでボスがよければ。はい、もう私は大丈夫ですけど。はい、じゃあ大丈夫です。はい、確かに。じゃあ今回のことはなかったことで、すいません。はい、じゃあそんな感じで。はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よし、帰ると。で、勝負さんがいないときいっぱいあるじゃないですか。あの、結構さん、はい、さん、俺いないと思われてるんですよ。毎日いるんですよ。え？いない。いやいや、いなかったでしょ、あなた。あの、この間の風邪ひいた時と9月の、3日間と、あと10月の2週間以外、俺毎日起きてます。マジで？いるんですよ。あの、みんないないいないんですよ。俺いるんですよ。嘘。仮にその勝負さんがいなかった時に代理は誰なんですか？代理はこの2人です。この2人です。この2人、この2人がアンボスです。了解です。じゃあこの2人が対等の勝負さんの意見ということでいいんですね、その時は。僕の代理で、あの、僕が後から出てきて大丈夫です。それで大丈夫です。それで大丈夫です。大丈夫です。大丈夫じゃないです。大丈夫です。一旦、あの、ステイできない問題とかの時に話す相手としてください。わ、はい、かりました。助かります。すいません、本当に。はい、わかりました。はい。お疲れ様でした。しっかりよ。俺の意見はボスの意見。俺の意見はボスの意見。しっかりよ。ちなみに何言ってるかわかんないと思うけど、アドミゲスはバシバシがいいと思うけど、なんというか、うん、なんというか俺としてはルールあった方がいいよねと思う。アドミゲス班はバチバチなんだ。うん、そう、バチバチ。でも、あの場で俺、打ってもいいと思ってたもん、なんなら。うん、そうやな。バチバチですからね。そうやな。ゴーダリオカは違うんだ。すごく個人的なアドミゲスは、うん、舐めた口利きが全員その場でぶち殺していいと思ってるから。あのね、うん、この町にいる勝負てる気はこっちに火があるあれはしたくない、うん、ああで、ね、はいはい、魂はもうマジ全員殺したいと思ってる。魂はって言うのやだな。逆なんだよね。ああ、アドミニ逆なんよな。うん、俺はね、もうなんならね、なんかメカニックとディーラーとかやりながらレースやりたいなって思ってる。ああ、そっかそっか。ああ、そっかそっか。うん、ああ、じゃあ俺も言っていいか。うん、あの、全然あの、さっさと隠居したい。だって60分長いもん。めんどくさい、60分あれ。プリズンでしょ。そう、60分。もうめんどくさいし、もう並びとかもクソめんどくさい。わかる。クソめんどくさい。わかる。白がいい。はい、ということでね、今日はギャンボス会議がありましたね。なんか俺個人、俺も中身としてはやっぱりルール決めちゃった方が早いやろうって思ってて、でもアドミゲスはもうなんか構想はどっちでもいいんだけど、やっぱちょっとでもやっぱ舐められると、いや、それは正すべきだみたいな。車が速いやつがかっこいいと思ってるから、車が速いだけなのにだいぶそれをステータスだと思っているので、舐められたままじゃ嫌だよねみたいな。バチバチになっちゃうならバチバチになるしかないかなみたいな感じのキャラなので、まあ、キーパー俺絶対やめるべきだと思う。中身はキーパーやめるべきだと思うけど、中野キス自体は合同、こっち割ったらあっち行くみたいなとか、何が違うみたいな。チンチロ2回参加してくるの、それセコいんちゃうみたいな。噛みつきというか、なんというか、もちろんアウェイになるのも分かってるし、魂がね、分かってるし、ただ、ボスでもないけど、口を挟むのを止められないのが、やはりアドミゲスなので、で、まあ、その、チラッとこれは言ったんやけど、もう全てが不満になってしまった時はもう俺が独立して、他の大型に傭兵で参加したりとか、それでもいいっていうのも言っちゃってるから、これは特にこうしようって決めてるわけじゃないけど、やっぱアドミゲスの中では社長がこうしようって言って、それにどうしてもやっぱ納得できんかったら独り立ちっていう道を選ぶんかなっていう印象だったかな、今日はね。まあまあ結局ね、最近アンダーボスになっていろんななんかあれやこれやを考えてたりはしたけれども、まあ根っこは変わらないということで、ああいう場でもマイノリティだと分かってても、あの、噛みつきに行っちゃうのがやはりアドミゲス。それはあの、いい印象付けにもなったんじゃないかなと、他の組織とかにもね。自分に自信があってなんかめんどくさいようなキャラがやっぱ各ギャング一人ぐらいはおった方がいいのかなと俺は思うので、俺はね、といったような、RP が今日は出ましたね。まあ、もし独り立ちしてさ、大型襲って取り上げたりとか、大型やってる人数少ないところ襲って、あの、ブラックマネーだけ回収して逃げるとかは、早々にどっかのギャングにやっぱ潰されると思うから、どれだけそのチェイスするとしてもね。俺はこれ個人的にやけど、チェイスだけで全てが解決しなかった何かがやっぱ必要なのかなって最近思ってる。最悪車に乗ってしまえばどうとでもなるやろうみたいな、ならんかったなっていう出来事が一個あると、なんかもっと人を頼ったりうんぬんかんぬんみたいなことがあるかなって。で、そういうなんかストーリーが今後できればいいなとは思ってるかな。
まあ、だからギャング立ち上げ別に必須でもない。でアドミゲス自体は基本的にその人との交流は嫌いではないじゃない、ある程度仲良くなったらそこそこ心は開くけど、でアドミゲスは多分すぐ、扉もうガバガバやから65とか70ぐらいまでは開くけど、100までがめちゃめちゃ固いみたいなキャラだと思うんですよね、俺のイメージやけど。肝心なことは言わないし、まあ多少その人を頼れる事象ぐらいだったら もちろん頼るけど、レースのイベントとかね、根底のアドミゲスのもうストーリーとか根底に関わる相談っていうのは本当限られた一部の人間、もう100、扉が100開いてる人にしかするかせんかみたいな。アドミゲス的に100近いの社長で、今70の限界値でギギギギって扉からなってんのがバンさんバンさんね、くらいかな。本当に困って本当に大事な話をするってなったら誰に話すんやろうね。アドミゲスはアイリスメンバー、うん、ツンが可愛い、ツンがもういっちゃん好き、いい子、ツンはとてもいい子といった感じで、まあ今後のストーリーやら、まあ今日のアドミゲスの心境と、まあ俺の心境とかでしたね。